こんにちは、ドクターネックスです。さあ、新しいパックが来てますんで購入していきたいと思います。6周年記念パック第2弾、これいつから出てるんだっけか。4月31日からかな。目玉よりは目玉外れてくれた方が嬉しいかな。で、もう一個がゴールデン、こちら選べるタイプですね。フィアースバトルのグリムは選べない、残念。じゃあイベント応援パックも おまけで買っちゃいましょう。こちらのイベント応援パックは初期の白夜、のぞみ、このザイルは通常25なんで、これが一番当たりでしょうね。音が消えたけど続けます。いや、先月課金しすぎたな。多分第2弾を買えば音が復活するはず。フォローを犯した。あ、聞くに足りない、早く次買わせてくれ。はい、じゃあ引いていきましょう。五条白帝ガチャチケット6周年記念第2弾、レッツゴー。この刀にその瞳を映した己の憤を呪うがいい。呪うわそれはちょっと、それはちょっと古すぎやしませんか。イベントパック、イベント応援パック、これはザエルだと嬉しいんだけどな。これはザエルが欲しい。研究の成果を披露するのは科学者として当然の義務だろう。これはいいね、これはいい。通常25、そして、選べる。さあ、水着の身の厚さを持ってない人は、このクリスマスのひな漏れが、臨機応変化アップなんておすすめですというところだけど、僕は、新しいキャラは結構レベルマとかが多いんで、ここはもう転生した連中のレベル上げを、月島さん、クリスマスルキア、前回スターク入れて、あれ誰でいたんだっけ？ん？前回5体俺誰でいたんだ？だスタークとウルキーで2でしょ？あともう1個。あー、これか。速の体力最大値2人に知の体力最大値。で、
僕の法則であるケツから2番目のキャラが出るという理論からすると次のキャラが当たるので、まあレベルマじゃないソイホンかな。ちょっと今回レベ全員レベルマじゃないキャラを選択するか。いやあ、通常25アップバンガサーネリエル、ボンブイチゴとかね再抽選したいなっていうとこなんだけども、さあこれみんなレベルマじゃない、多分ソイフォン、水着のソイフォン、ケツから2番目だから。クリスマスというのは実に楽しい行事だな。まあまあまあいいんじゃないですか。久々にケツから2番目じゃなかったよ。レベルまだ低いな。全然じゃないか。ザエルはどうだったか。おお、ここは当たれば当たれば熱い。うん、違うね。あー迷うなー。次の再抽選を考えれば冷圧500にしといた方が次の再抽選はしやすいんだけど、あえてこれでいいや。次また頑張ろう。というわけで、まあ、今回はやっぱ選べる方が熱いね。まあ、パックはお得なんで買っておいた方がいいんじゃないかなと思います。今回はまあ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 どうかな。次回また頑張ります。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。